皆さんこんばんは。ロサンゼルスので見てくれてる人もいるのかなと思いますけど、最近世界中で見てくださってることが分かったので、日本時間のこんばんはだけじゃ済まないと思うんですけど、久しぶりに日本に帰ってまいりました。葉山の自宅からお届けしております。久しぶりの日本、やっぱり自宅が やっぱり一番ほっこりしますね。なんか荷物が重いからとか思って、化粧品とかも全部持っていかずにね、向こうで買ったものを使ったりとかしてたんですけど、やっぱりお家にあるものが一番気持ちがいいですね。というわけで今日は、ゲストをお招きして、配信するんですけど、もうね、帰ってきたらね、思いもかけない人が結構私のロサンゼルス挑戦を見てくださっててですね、すっごい嬉しくて。今日は、本題に入りますね。今日は、事前にお伝えしましたように、スタイリストの、友人のスタイリストの相沢さんをお招きして、そのね、BSA アーティスト養成講座でオンライン講座をやるんですよ。それは BSA アーティスト養成講座の、本校生が優先案内をして、で残りの、枠があるので、その分を、オンライン講座生に分けて、ただ今定員がね、全部で100人なんですよね。で、もしかしたらそれ以上の人が増えるかもしれないんで、それが増えるときはどうするかみたいなことも含めてちょっと考えてて、できるだけ多くの人にその相沢さんのお話を聞いてもらいたくってね。その、講座の内容はここで今日はできないんだけど、なんとなくどんな感じで、どういう講座かみたいなことが分かったり、あと相沢さんがね、めちゃくちゃかっこいい女なんで、もう情熱にあふれた。で、彼女を紹介したいなと思います。あ、来た！つながった、よかった。声も聞こえますか？聞こえます？よかった。皆さん、この方が、ハードル上げないでくださいよ。噂の相沢さんです。ハードル高ちょっと、相沢さん、ちょっと待ってくださいね。プロフィールを皆さんに紹介するので。もともとは美容師さんでヘアメイクさんだったんですよね。それを経て、スタイリスト、ヘアメイク、フードスタイリストのマネジメントオフィス A2 を設立されたということで、で、一般社団法人日本ファッションスタイリスト協会代表理事。人の個性とアイテムの個性を論理的に解き明かすスタイリングメソッド、スタイリングマップというのをご自分で公開され、構築されて、見た目だけですでにかっこいい。そうでしょ？もうそうなんですよ。やっぱ見た目っていうのが全て出ますからね。で、全国の専門学校やアパレル販売員、美容師さん、ネイリストにその人独自の魅力を引き出すということで、すごく評判になって、爆発的にその方法が広まっています。で、またパレスホテルにてブライダルスタイリングなど、パレスホテルですよ、皆さん。パレスホテルでブライダルのコンサルをやってらっしゃるということで。そして2021年、個人でも学べるラーニングサービスというのを開始されましたということですね。はい。友人でもあり、スタイリストの相沢愛さんです。ようよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お帰りなさいです。ただいまです。はい。今日はよろしくお願いします。ちょっとインスタライブ初めてなんで、ドキドキしてますが、よろいや、しでくおも、願入れてよかったです。この前は入れなくて、どうしようみたいになってね、そしたら代理の人がいてね、代理の人になんか入ってもらって、その講師の方はコメント参加みたいになっちゃったんですけど、でもね、やっぱりお顔を皆さんにね、見てもらった方そうが、でそすのね。人柄とか魅力が伝わるので、はい。まあ、講座の内容を言っちゃうと講座ができなくなるんで、その触りというか、そのどんな感じっていうか、お話しくださったら嬉しいなと思うんですけど。はい。はい。
まず今回の全体の、ね、講座のすべて私も知らないんであれなんですけども、私がパート担当させてもらうところは、皆さんもね多分パーソナルカラーとか骨格診断とか顔タイプ診断とかそういったものを受けたりとか聞いたりとか雑誌で見たりしたことあると思うんですけども、人の個性、性格的な個性ももちろんありますけど、その性格的な個性、ものの考え方とか行動タイプとかそういったものは静香さんの方で講座の中でどういうふうに自分を表現していくのとか、どういう自分なのっていうところをやっていかれると思うんですけども、その時に自分の個性をどう表現するかって、私はスタイリングっていう部分は人とのビジュアルのコミュニケーションだと思ってるんですよ。いわゆる最初ね、今日私がこう映りましたっていう時に、ね、静香さんのそのピンクの髪の毛とピンクの髪の毛の友達は金髪かいみたいなそんな感じで多分ね皆さん思われたと思うんですよ。っていう風に、例えば色の個性だったり形の個性だったり、そういったもので、なんかね、私がこうカメラに映った時に何か皆さん感じたと思うんですよ。それってもうコミュニケーションが始まってるわけで、そのスタイリングっていうのは自分が何を伝えたいのか、自分がどうある自分をどう伝えたいのか、だからどうあるっていうのは静香さんのパートだと思うんで、私はじゃあそのどうあるをどう伝える、どう表現するっていうところのスタイリングっていうところをパートとして担当させていただこうと思ってます。なので似合うっていうものを知ることも大事なんですよ。スタイリングってね、料理と一緒で、自分が魚なのか肉なのか野菜なのか、それを知って、その自分が魚だったら魚をイタリアンのカルパッチョみたいにさっぱりと、オリーブオイルで食べさせたいのか、いやいや、やっぱり味わい深く江戸前の寿司のように昆布で締めて、味をつけて寝かせて食べさせたいのか、もしくはムニエルにして、フランス料理みたいにソースたっぷりにして、ちょっともう魚なんだけど魚っぽくない肉っぽく見せたいのかっていう、その料理の仕方がスタイリングであって、そこだけいくら勉強してもダメなんですよね。やっぱり元の自分っていうのが何なのかっていうこと。そうそう、素材。なんか肉を料理する時のカルパッチョの作り方と、その牛肉でもね、カルパッチョとか作れるじゃないですか。それってやっぱ違うと思うんで、自分が肉なのか魚なのか野菜なのか、どんな個性を持ってて、色の個性、いわゆるお肌の色、目の色、髪の毛の色、こんな染めてるんじゃなくて元々の色ですよ、と形、ちょっとした差なんだけど、人の顔って全然違うじゃないですか、当たり前だけど、だけど本当にちょっとした違いの積み重ねで全然印象が違って、その人の個性っていうのは違うんで、そこを私の方でその、まあ、丸顔なのか面長なのかとかっていう形も見ていくし、体つきも見ていくんですけども、その、形も見るし、あと素材ってね、分析してるところほとんどないんですけども、洋服もそうだけど素材って大事じゃないですか。コットンなのか、服なのかじゃないけど、テカテカしてんのかとか、マットなのかとかっていう風に、人もお肌にツヤ感がある人とマットな人と、あと、そういったところ、お肌が薄い人、ちょっとこうすぐに赤くなっちゃうような人とか、そんなに赤くなるのが目立たない人みたいな、そのお肌の質感で洋服の質感って変わるんですよ、似合うものが。なので、色の個性、形の個性、素材の個性っていうのを人が持ってるね、もともとの個性を分析して、でそれに合わせる服ってどういうのとか、その料理の仕方、さっき言ったようにフレンチでやるのか、イタリアンで作るのか、和食で作るのか、どういうふうに見せていきたいのかっていうところをお伝えするっていうふうな、なことをやっていきます。はい。はい、そうなんですよね。それでだからその講座をやっていただいた上で、オプションで希望者にはお写真による判断みたいなのをしてもらうことになっ
なってるんですよね。はい、うんうん、あのオプションで、あ、そうですそうです、参加いただくときにそのお写真を送って、先に送ってもらうと、私の方で今言ったように、あのお顔のお肌の色だとか目の色だとかを見て、とか顔のタイプを見て、パーツが小さいとか大きいとか曲線とか直線とかって、そういうのを見て、あなたの素材はこの辺ですよっていう、あなたの個性の地図、スタイリングマップってスタイリングを作る時の地図なんで、あなたの住所がどこなのか、スタート地点がどこで、どこを目指してるのっていうような話、あの目指す方向で可愛くしたいのか、かっこよくしたいのか、信頼を持ってほしいのかとかっていう、その料理の仕方っていうのを講座でお伝えするって感じですね。だからまずは自分の個性を知らないと料理の仕方を間違っちゃったりするともったいないじゃないですか。なんかどんだけいいもの着てもなんか貧乏くさく見える人っているでしょ。いるいる。そう、逆にユニクロ着てたっておしゃれな人はおしゃれっていうのは、うん、自分の個性を分かってて、ある程度自分に合った味付けをしてる。だから素材をうまく上手に料理するためにやっぱり素材を知らないといけないんですよね、うん、素材の個性を生かさないで料理すると無理な料理になっちゃうから。うん、愛沢さん今ここにね、あの郁美さんという人が年齢とともに何が合うか全く分からなくなりましたって書いてるんですけど、あの年齢によって変わったりしますか、そういうの。うん、まず年齢で何が似合うか分からなくなって、どうしたらいいのか分からなくなるっていうのは、ちゃんと人間の生きていく本能の中でそうなるようになってて、っていうのは、うん、まず10代の時とか赤ちゃんの時っていうのは男の子か女の子か分からなかったりするじゃないですか。うんうん、あのもう生まれておぎゃーっていう時はこう個性がよく分かんない、だから似合うものとかもなくて、うん、ただただエネルギーの塊みたいな感じで元気に生まれてきます、うん、で、幼稚園とか小学校とかに上がる頃に、なんか男の子っぽい顔、女の子っぽい顔とかっていう風に少しずつ個性がはっきり分かれてきて、うん、でもやっぱり10代のうちはとはいえ女性はまあ女性らしくなっていくんですけども、その、うん、似合う似合わないとかっていうよりも、自分が着たいものを着て、うん、生活しても問題ない。なぜならば本人にエネルギーがあるから、何を着たって似合わないとか似合うとか、うん、素材自分のね個性とかっていうものは全く関係なく、エネルギーの塊だから、あ、何でも似合っちゃう。肌もプリプリだし、髪もツヤツヤだし、もうエネルギーにあふれてるから、うん、何だって違うものを着たからって、うん、あの似合わなくて変に見えたりしない。だから昔ヤマンバとか流行ったじゃないですか。あんなんだって別にちょっと見りゃ可愛いんですよ。だし、プラスエネルギーの塊だから、たくさんいろんなものをトライしたい時期なんですよ。うん、あれも着てみたい、これも着てみたい、で情報量をたくさん処理できる脳みそを持ってるから、若いうちは、うん、だから雑誌見るとね、ファッション誌って、まあ、今あんまり見なくなってるけど、いっぱいあのなんていうのか、サンプル数っていうかコーディネートがいっぱい載ってるのって若い子の雑誌なんですよ。うん、年取ってくると1ページに1個しか載ってないでしょ、うん、あれは脳で処理できる能力が年取ってくると、うん、もっと、うん、低くなっちゃう、ね、情報量がいっぱい入ってこない。私若い頃は情報量がたくさんの方が楽しいし、うんうん、でそのそうやってファッションを楽しむ時期っていうのがあって、あれやこれや、うんうん、なんだけど25過ぎてくるとお肌の曲がり角って言われてるように、うん、いろんな衰えが出てくるから、シミだとかシワだとか体もね、どんどん溜めてきたりとかするわけじゃないですか、うんうん、そうすると、うん、似合わないっていうものが出てきちゃう、うんうんうん、似合うもの似合わないもの、いわゆる素材に合うも、自分の、ね、個性に合うもの、個性に合わないものっていうのが出てきて、二十歳の頃つけてた口紅がつけられないとか、20代の時に着てた服が着れないとかっていうのはそういうことなの、うん、なるほどね、うん、あの自分のエネルギーが下がっていっちゃうから、うん、自分とはマッチしないものを身につけると、うん、悪い方に引っ張られちゃう、うん、とかとは反対に個性が際立ってくるっていう言い方もできるんですかね。そういうことです、そういうことです、うん、そういうことです。だから自分らしさ、自分っていうのを、うん、
やっぱり分かってないと難しい年齢になってくるんです。うん、私さっき言ったたくさんの中から選ぶのもめんどくさいし、うんうん、どうぞどうぞ、うん、反対にその年齢を重ねれば重なるほどその素材が際立ってくるから人との差別化が出てきて自分らしくおしゃれにできる人はとってもおしゃれにさらになるってことですよね。なるほど、まさにそう。うん、だからその年を重ねて素敵になる人っていうのは、うん、やっぱりで自分を分かってるんですよ、うんうんうん、自分の生かし方を。でもそれはファッションに限らずですね、自分のことをいかに知るかっていうことが一番大事ですもんね。そうなんです、そうなんです。何でも一緒なの実はそこね、うん、やっぱ何かになりたい憧れるっていうと、うん、例えば自分はその小ざっぱりした魚、白身の魚だったとするんだけど、だけど和牛のなんか英語とかね、いいね、和牛になりたいって言って無理があるわけじゃないですか。うんうん、とその無理があることをいつまでも追いかけてるとやっぱり自分の良さはいつまでも出てこないし、無理しなきゃいけない。うん、まあ、美容整形をダメとは言わないけども、あんまりにもやっぱトゥーマッチになっちゃうと自分じゃなくなるし、無理しちゃって、うん、見てる方が辛いよね。扱いにくくなってくる、うんうんうん、その人、うんうん、いつも無理してる人って、ね、友達見るとちょっと辛いじゃないですか。うん、伸び伸びしてないから、うん、やっぱりリラックスすることがコスパのなんかてか能力を発揮する一番 の、 私の中では大事な要素だと思ってて、それはもう間違いなく、いかに体の力を抜くかっていうかね、うんうん、だから自分らしさ、自分の個性を生かすっていうのは、うん、やっぱり人それぞれ個性を持ってるわけで、その持ってる個性を生かすのが料理だって一番美味しいじゃないですか。うん、でね、そうですよね、神様はちゃんとその人に素敵な個性を与えてくれてるんですよ。だからみんな一緒じゃないんだもん。あ、ちょっと待って、何かを見てるね。私はそんなとってもじゃないけど、字は追いかけられない。いや、相沢さんの、ね、顔を見るためにちょっとねコメントをずらしてたらね、コメント あでも皆さん素材を生かしたおしゃれをしたいですって、それはそうですよね。自分のことをもっと知りたいですよね。なんか自分のことを知っていくことが一番なんか楽しい、この生きていく旅の醍醐味じゃないかと思ってて、うんうんうん、でその自分を知る旅の一つにファッションというものが私はあると思ってて、まさにまさにそうです、そうです、うんうんうん、で私たちがっていうか私が研究してるのは、人の個性とちょっとこうね内面的なっていうか、そんなところもリンクしてくるんじゃないのかななんていうのも、いわゆる らしさ性格とかそういった個性もリンクしてくるんじゃないのかななんていうところまで研究してるんだけども、うん、まあ、今回はね、まずは見た目っていうところのあれなんだけど、その結局はどう見られたいっていうのもあるじゃないですか。うんうんうん、かっこよく見られたいとか、可愛らしく見せたいとか、うん、それも誰に対してなんでとかっていうところも分かってくると、スタイリングっていうのはすごくこう、うん、上手に自分を料理できていくと思いますよ。うんうん、まずはね、自分を知るっていうところは全てにおいてですよね。うんうん、そうですよね。その誰かに憧れない、うん、違うものになろうとするんじゃなくて、自分の個性を知った上でどう料理するかっていう、何も知らない、うん、自分を全部拒絶して何かになりたいんじゃなくて、うん、自分を受け入れた上で、うん、それを上手に料理すればいいだけなんですよ。うん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 、結構なんかそこを間違えて、実はすごく美しい魚なのに肉に憧れてすごい損してる人、世の中にいっぱいいるなと思う。それはファッションに限らずね、ファッションに限らず、そのあり方っていうのも、はい、全然その人の魂のデザインが私は 演出で演技その人の魅力を引き出そうとするときに、自分の魅力をあまりにも知ってない人が多くて、例えばその人はすっごい寂しげで、
めちゃくちゃこう儚げだったりするのが魅力なのに、その自分がパンと明るくないのが嫌だった、はいはい、でもその人は儚いくて寂しい役をやった時にすごいグッと惹かれるから、うん、それでいいのに、なんか無理してこう明るくしてたりすることがあって、私あのその演劇の学校で、いやそうじゃなくて、あなたは本当になんていうかな、前に無理に出なくていいからみたいな、前に無理に出るから変な感じになるから、ただそこにシーンとしていてみなさいっていう、それはシーンとしているだけでその人の寂しさが輝きになって外に 出たりするからみたいなこと言うんですけど、ファッションとかもね、そういうことなんですよね、きっと、うん、あだからなんて言うんだろう、例えばデザインとか色とかで変に個性を出すんじゃなくて、それこそ素材、いいものをちゃんと着て、うん、清潔にしているっていうだけで美しい人は美しいんですよ、うん、髪型とかもなんか無理したりしなくても、その髪の健康、その地肌の健康を保つだけで美しさが現れたりする人もいるんですよ、うん、それが個性ってことですね。そう、普通が美しいっていう人もいるから、うん、そこで無理してなんかこう目立つようにしたりとかって、なんかこう目立ちたいみたいにすることがもうなんかその人らしさを失って余計変に見えちゃったり、うん、せっかくだったらやっぱりみんなに素敵だなって思われるのいいじゃない、の方がいいわけじゃないですか、うん、で相手もその人らしさっていうのが伝わってくるし、うん、結局はコミュニケーションだから、誰かに対してだから、うん、誰かに対して相手が受け取りやすいものっていうのもあるわけなんですよ、うん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 、演技だってそうじゃないですか、無理やりガーって やられても、うん、見てる方が引くよっていう演技もあるんですね、そうですね、そうですね、そう、うんうん、あんまりこうアピールされてくると鬱陶しいですもんね、うん、そういうことです、だからその人に らしさがあって、その人らしさっていうのが上手に、うんうん、スタイリングで伝わるように、でも、うん、いつも同じ格好も嫌だし、うんうん、やっぱり時として今多様化の時代で、その働く私だったり恋する私だったり、うん、子供といる私だったり、社長をやってる私だったりって、その時その時でシーンを変えて自分はどういうふうにしていきたいのか、もしくはその洋服の力を借りて何か自分を高めるじゃないけど、気分アップしたりとかっていうことだってあるじゃないですか、うん、で講座の中ではこの、うん、はい、あれですかね、人間の人の個性とアイテムの個性を論理的に解き明かすスタイリングメソッドのお話をしてくださるってことですか？します。そう。で、うん、今までセンスって磨くの難しいって思ってた人多いと思うんですけど、それは、うん、私ももちろんそう思ってたんだけど、そうじゃなくって、うん、ちゃんとこう見えます、可愛く見えるためには何をすればいいっていうのがある。どういう色が可愛く見えるとか、どういう形が女性らしさをこう演出できるとか、かっこよさってかっこいい洋服の素材って何とかっていうのがちゃんとマッピングで見ると可視化して見えるし、論理があるから、あ、だからこの人ってクールな感じに見えるのねっていうのがあるんですよ。でそのマップの中の自分がどこに存在するかっていうのが分かれば、そうそう、洋服選びも結構簡単になりますよね。それを知ることで簡単になる、うん、そう、でその自分の住所も分かるし、自分がどこを目指したいのか、今日の気分はどこに向かってんのかっていうので洋服コーディネートを変えていく、分かりました、頭の中で整理できるようになる。相川さん、はい、なんでファッションを自分のお仕事にされたんですか？あ、私はね、もともとあれですよ、うん、ヤンキーだったんで高校に行ってなくて、うん、そう、その話をしていいものかどうなのか分からなかったんですけど、そうなんですよ、皆さん、相川さんはね、ヤンキーでね、高校行ってないんですよ。だから金髪じ
ゃないのよ。その頃も金髪だけど、これはまた別の意味で今はね金髪にしてるんだけど、そうなんですもんね。もう本当に宮城県の仙台のもう田舎の町で、その頃ヤンキーが流行ってたんですよ。だって金髪先生オンタイムだからね。昭和40年生まれは金髪先生ですよ。で、そう、高校行けないで、行くとこないから美容学校行ったみたいなもんなんで、まあ好きだったからっていうのもあるんです。で、美容学校行ったら当然美容師になるしかないんで、仙台にいてもしょうがないから、東京に出てきて、よし育三さんのオラ東京さ行くだなんていう曲がね、流行ってた頃ですよ。恥ずかしい。そう。で、東京に来て美容師をやったら、まあ藤沢だったんですけどね、東京って言ってるけど神奈川だったんですけども、そこでヘアメイクっていう仕事があることに気がついて、これ店にいるよりもヘアメイクでね海外行ったりとかそういう方がかっこいいじゃないってなって、ヘアメイクに転向して、でヘアメイクはスタイリストさんとね、ファッションスタイリストさんと一緒にお仕事をするので、ファッションスタイリストとヘアメイクの事務所を作って、株式会社 A2 っていうところ25歳の時に作って、でも私あんまり、ね、ヘアメイク上手じゃないから、マネジメントの方が上手なんで人を育てるの上手なん でアシスタントを育てたりとかっていう、そんな仕事をしてる中で、もともと美容師の時もヘアメイクの時も似合うって何とかって全然分かってなかったし、そのクリエイティブが上手な人ってなんで上手なんだろうとか、だしそのファッションなんかのスタイリストさんってなんでおしゃれなんだろうって思うと、何かこうそこには論理があるんじゃないみたいな、そんなようなことも含めて、まあファッションスタイリストさんたちって協会とか何もないんでね、なんだろう、資格もないから、でファッションスタイリスト協会っていうのを作って、そのスタイリストさんをもっともっとこう世に出したいなっていうのもあって、まあファッションスタイリスト協会を作って、そしたらスタイリングを教えてくださいって言われて、まあ、A 先生はこういう、 B 先生はこういうってこう、まあ、感覚的に教えるんだけど、大企業はそんなんじゃなくて、やっぱりメソッドとして確立こうきちんと毎年同じように教えてほしいって言われて、じゃあパーソナルカラーっていうのがあるけど、なんで形はないのとか、なんで素材はないのっていうので、パーソナルカラーをベースとした、そこに形もあるよね、その素材もあるよねっていうので、そのスタイリングマップ、スタイリングをする時のこういう論理がもともとベースにあって、人ってある程度フェミニンって、フェミニンって言われたらみんななんとなく女性らしいそのスタイルを想像するじゃないですか、スタイリングを、うんうん、でその女性らしいスタイリング、フェミニンってみんなが大体の人が思うけど、それって何を、何色だとそう思うの、どんな形だとそう思うの、どんな素材だとそう思うのっていうのをこう論理的に解き明かして、で地図帳みたいにして人に伝えられる、でみんなが共有できる、あだからそうだよね、だから私はプロの人たちに教えることが多いんですけども、販売員もお客さんにちゃんと伝えられない、共通言語がないから、うん、フェミニンって言ってもなんでフェミニンっていう定義もないし、でまあまあそういうことを作ったって、あヤンキーの話からずいぶんあれになっちゃったんだけど、もともとはヤンキー全然、だからこんななんていうの、難しい話とかをいや考えるような人間ではないんだけど、わかんない、 なんでこんな風になったのかわかんないけど、そういう結構小難しい話を研究してますよ、今大学の先生と一緒にこう研究したりもしてますもん、はい、皆さんこれが私の皆さんにおすすめする好きを極めるっていう見本じゃないかと思うんですよね。あ、そうね。もう、うん。かれこれ12、3年こんなことやってるかな。うんうんうん。だから、ありがとう。いや、お友達とも話してるんだけど、いつも話してるんだけど、うん、もう面白くてしょうがないから仕事じゃないの。うん、もう趣味なの。うん。うんそうですよね、いいですよねそれがね、そうやりたいことやってる、そうだから努力だとも思わないし辛くもないし毎日楽しいし、うん、お仕事来るのありがとうって感じだから、うん、ありがとうございました。相澤さん、はい、他に何かどうしてもこれを言っときたいみたいなことがあったら、あ男性でも女性でもっていうところかしら、
なんかちょっとね、女性に向けた目線が多くなっちゃったんだけど、うん、女性の人がね多いんですよね、見てくれて。でも男性もカモンって感じですよね。そうでも悩んでる人とか、うん、そういう人は一回聞いたら、あ、なるほどねっていう、あ、うん、そういう風にこう成り立ってんのねっていう感覚って思ってるものが案外感覚は、うん、言葉できちんと説明できるし、うん、っていうところなんで、ね、悩んでたり、うん、あと お子さんにも使えるし、うん、あ、そうですね、子供にも使えるのがいいよね。そう、彼氏にも使えるし、うん、旦那さんにも使えるし、うん、で自信のない人は余計聞いてほしい、うん、日本人に向いてるとも勉強すれば分かる話だから、うん、セックス&シティの4人のファッションタイプに関しては本講座の中で、はい、愛沙さんに解説してもらおうかなと思います。なので、はい、ぜひお申し込みください、はい、じゃあ愛沙さん、はい、愛沙さん、あれってね、オプションでのファッションの写真で見るのって何人くらいまで大丈夫なんですか。例えば、別に、制限なく余裕を持って締め切ってくれれば、あ、時間があればね。あ、そうかそうか。だから初めの方にある人と、後から終わった後からでも写真で見たりできますもんね。あ、ですし、あ、でも講座の前に写真は全部送ってもらった方がいいんだけど、分析する期間がある程度もらえれば大丈夫なんで、うん、申し込みから 2,3 日しかなくって、みんなも写真撮るの大変だよとかってなると大変なんで、うん、前もってもし今日のお話聞いて、うん、そう今思ってるのはね、ライブでもしかしたら店員が少ないからっていうのが、もっとなんかこれ絶対愛沙さんの話面白いから人気がすごい出ると思うんですよ。でもその時にね、うん、録画でね、うん、その人に、どうしても見た人には店員なんかもう一回やるっていうのはちょっと負担だから、何回もやるのはだから一回やって、それでその店員入れなかった人は録画を送って、うん、で、それでその後で写真、うん、判断みたいなもある。そしたら店員がお断りする人が少なくなるからと思ってるんですけどね。素晴らしい。だから初回の方は初回っていうかライブでやる方はある程度の人数でやらせていただいて、うん、で、うん、そう、見逃し配信みたいな時には、うんうん、また別でお写真いただいて分析させて、うんうんうん、それも OK ですね。皆さん、そしたらすごい皆さんの定員大きくなったんで、っていうかもうこれね、みんなにぜひぜひ受け取ってほしいから、そうね、うん、あ、じゃあ本当愛沙さんありがとうございました。じゃあ突然、ま、2,3 日前のお誘いで突然だったけどいや突然こんなんでいろいろお話を聞いてありがとうございました。とんでもないです。そう、私ごめんなさい、ちょっと文字まで追い切れなくて何か答えたらいいのかわからないですけども、はい、またね、みんな講座で、うん、お会いしましょう。ぜひぜひ、みんなすごい楽しみに、すごい楽しみにしてるんで、はい、はい、ぜひ、ありがとうございました。はい、 Love you じゃあ皆さん、はい、当日お会いしましょう。ありがとうございます。愛沙さん素敵ですとかかっこいいとかいっぱい絶賛されてますよそう、子育ての話なんかもね、ま、お孫ちゃんの話なんかも当日いろいろと、ほら、人生の相談じゃないけど、そんなことそうですね、もうね、本当愛沙さん人生が深いからね、肩が大きい人なんですよ私はね、やっぱりね、器が大きい人が好きなんでね。ああ、器が大きいとか道に外れすぎてるけどね道に外れた分器が大きくなったそうだろうね、そうだと思いますよ、はい、そんなね人生談義も含めてぜひ、そうですね、はい、はい、遊びに来てください、またその時に、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、スタイリストの愛沙あゆみさんを お迎えしてお話ししたんですけども、今話してもらったみたいにめちゃくちゃパワフルでめちゃくちゃ情熱があるんですよ。
それで、そのファッションのお話もプロフェッショナルだし、うん、もうやっぱり私が惚れる女たちは結構みんなかっこいいですね。どうですか皆さん、ここ3連発ぐらい来ましたけど、結構みんなすごいでしょ。で、相澤さんもその中でももうダントツ素晴らしい人なので、ぜひあの相澤あゆみファッションオンライン講座受けてもらって、それでオプションで写真撮って、あなたの鑑定書をあのお送りできますので、ぜひ BSD アーティスト養成講座をあのお申し込みください。20日までです。もうこれは BSD アーティスト養成講座のメンバーだけしか、受けられない講座なので憧れる、かっこいい、しびれました。いやめっちゃ素敵でしょ。いやもう本当そうなんですよ、やっぱね。だからね皆さん、あのちょっとこれはあの余談ですけど、もしあのお子さんがいろんなことでこうちょっと迷われ、お母さんとして迷われていたとしても、こんなかっこいい女になりますから大丈夫ですよっていうこともね、私はねまずそれ思ったんですよね。あの相澤さんが、いや中学時ヤンキーでねみたいに、高校行けへんかってみたいになって、それで今めっちゃ賢いじゃないですかって言って、いやだからやっぱり学歴じゃとかやっぱり関係ないっていうか、本当にその人があり方で自分にこう軸立てて生きていったら、本当に自分の好きな人生があの生きれるんだなっていう、彼女に出会った時本当にそれも私の中で思ったんですよね。かっこいいと思って、だからね皆さんに紹介できる機会があったらいいなと思って、ここにピカンって来た、あー相澤さんだと思ってね、あのファッションの話をしてもらうのはもう彼女ピカイチだと思ったので、ぜひ BSD アーティスト養成講座、20日まで締め切りなので、まだ迷っている人はぜひぜひお申し込みください。あの定員がねこのオンライン講座少ないからどうかなと思ってたんですけど、今言ったみたいに動画を、別売りして、もしあの定員に入れない場合にね、でオプションで写真で皆さんの鑑定書をお渡しできると思うんで、いやもうそれがめっちゃ嬉しいです本当に。というわけで今日日本に私帰ってまいりました。皆さん、いやー25日からグループコンサル始めます。25日からグループコンサルを始めて、週に3回以上の私とミラとの、共同宇宙配信ということでインスタ配信をやっていきます。あ、娘が不登校なので安心します。そう、絶対大丈夫だからね、ほんとそう思います。というわけで今日は、BSD アーティスト養成講座の特別講師をお願いする、相澤あゆみさんをお迎えしてお送りいたしましたおかえりなさい。もう帰ってきた早々配信してる、働きもんやろ私でもねこれね、もうなんでかというとね、絶対 BSD アーティスト養成講座すごいことになるから、もうそれをさどうやって伝えたらいいかわからんからね、ちょっと20日までは頑張ってあのあれです、あのプレゼンしていきますんで迷いがすっきりと外れて講座も申し込みました。よかったです。ほんと 迷ってる時っていうのはもやかかってますからね。いや別に入らんでもいいんですけど、スキッとしたところで入らないっていう選択してくださいね。でもスキッとしてたら絶対入りたいと思うと思うんやけどはい、というわけで皆さん今日も、ありがとうございました。今日は、恋活配信ではなく BSD アーティスト養成講座開講記念としてゲストをお招きしてお送りいたしました。じゃあ皆さんありがとうございました。マイローズリスさんすごい迷ってるんかい何で迷ってます、 何で迷ってる。迷い、結構迷いの波動をいつも使われるんですねきっとね。まあでもそれも楽しい遊びやからってミラは言ってるけど。あ、25日のね時間は、ブログに、詳細書いたところにあるんで、今私がわからないんでちょっと確認してもらってください。お金ね、お金は
お金の話はでも前にもしたもんね。あ、そうか。あれやってみてまだで入らないですか？受けるって決めた上で、あの受けたらどんな気分かっていうことをはって考え感じて、そしても手放すっていうことをやってもお金回ってこないですか？決めてそのいやー、それをやっぱり選んでますね。選んでるってくるんやけど、迷ってる方を、そのお金が入らない、お金が、あ、まだ配信は見てませんでした。あ、じゃあそれをね、お金がない人のためにね、言ったことがあるんですよ。それをやっても、入らない場合は教えてほしいんですけど、でも今感じてみると結構そこをいつもやってるみたいですね。なんかそのなんていうか、お金がないっていうドラマを楽しんでる。私ね、本当に最近そういう見え方がするんですよね。あの、だからあんまりこうものすごくネガティブな現実を作られてる方に、あのストレートに言いにくいから言えないんですよね。だからクローズドのところでお話ししたいんですけど、やっぱりネガティブとかで、ネガティブが悪いっていうことじゃなくて、ドラマチックな現実を作られる方はそれが好きで、だからだって足りないっていうのってすごいドラマチックじゃない。恋活50人らしいです。お金とサイキックの話でお金のこと言ったみたいですね。10年5年ぐらい前にお金貸した人が突然お金返してくれて、それで申し込めました。そうなんよ、こういうことが起こるよ。あ、13時から17時ですね。25日ありがとう、教えてくれて。そうなんよ、こんなことが起こるよね。まこだらちゃん、そうなんよ。本当に決めるとね、私の友達なんかも、あのタンスの中から突然忘れてた貯金通帳が出てきて、そこに35万入ってたとかね、そんなんあるんですよね。ロマンチックじゃない、ドラマチックです。足りないっていう、あのお金がないっていうドラマですね。だからそれ、お金がないとか、健康がないとか、愛情がないとか、ない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 っていう方ってすごくやっぱりドラマなんですよね。ドラマになりやすいんですよ。だってテレビドラマも見てよ。そんなお金がすっごいあって、愛情も満ちててドラマにならへんやろ。お金がないからドラマになるし、愛がないから彼の愛が欲しいってドラマになるしね。だからそれは、あ、亡くなった母のタンスから20万円以上出てきました。ほら出たこういうことが起こるんですよね。だから、あの、この前も言いましたけど、お金がない時には豊かになる、豊かになる選択をしてください。豊かになる選択。というわけで、またまたなんか恋活配信みたいになってきたから、またちょっとなんかあったら、ただミラが言うのは、やっぱりそれはもうドラマですねっていう、まあ、地球だけに味わえるドラマだから、まあ、それを、まあ、やってみてもエクスタシーですねみたいな感じで言ってますけどね。はい、というわけで皆さん今日もありがとうございました帰ってきた早々。あ、さっき申し込みました。楽しみにしてます。はい、じゃあね、バイバイ